ような形に厚紙を切ります。折る部分にカッターで軽く切り込みを入れ、折り曲げやすくします。千枚同士で導線を通すための穴を開けます。円の部分を切り抜きます。円の縁に沿って小さく切ったアルミテープを隙間がないように貼っていきます。線に沿って折り曲げ、のり代部分をセロハンテープで貼り、厚紙を組み立てます。30センチメートルに切った導線の片方をワイヤーストリッパーでむき出しにします。もう片方は端から2センチメートルの部分をワイヤーストリッパーで挟み、中の導線が1センチメートルむき出しになるようにします。1センチメートルむき出しにした方のビニール部分を重りの穴に通し、先を少し曲げてセロハンテープで留めます。同じものを2つ作ります。大小の円の下から重りのついた2つの導線をそれぞれ通します。円を通した導線を千枚同士で開けた穴にもそれぞれ通します。重り側のむき出しになった導線が円のアルミテープに接するようにセロハンテープを使い、導線を穴側で固定します。豆電球ソケットの片方の導線を約3センチメートルに切り、先端をワイヤーストリッパーでむき出しにします。豆電球をソケットに入れます。同じものを2つ作ります。豆電球ソケットの長い方の導線を組み立てた厚紙の前面にセロハンテープで固定します。豆電球ソケットの短い方の導線をそれぞれの円のアルミテープ部分にアルミテープで貼り付けます。単三電池を電池ボックスに入れて、小さい円の方に両面テープで貼り付けます。豆電球の長い方の導線2本と電池ボックスの片方の導線を一緒にねじってセロハンテープを貼り付けます。重りを吊り下げた導線2本と電池ボックスのもう片方の導線を一緒にねじってセロハンテープを貼り付けます。組み立てた厚紙を小さく揺らし、小さい円につけた方の豆電球が点灯することを確認します。組み立てた厚紙を大きく揺らし、両方の豆電球が点灯することを確認します。